豊かな自然に囲まれ、歴史と伝統文化が息づく町、岐阜県高山市。高山へのアクセスは、例えば東京からバスで行くとおよそ5時間半、新幹線名古屋富山ルートだとおよそ4時間かかります。どのルートもちょっと遠いね。でもでも、こんなにたくさんの人が来ているよ。そのわけは、高山には魅力がいっぱいあるから。高山に来たら、北アルプスの穂高連峰に登ろうよ。ならばトレッキング、それともカジュアル、 Which do you like better? アルピニストの聖地を一歩一歩踏みしめ、山頂を目指すこと半日。Oh, amazing! 達成感はひとしおです。でもハイヒールで行きたいという彼女だってもちろん OK。 見て見て、この2階建てロープウェイは日本唯一、標高2156メートルの大パノラマデッキまでおよそ25分で着いちゃうよ。すべてが白に染まる北アルプスの雄大な景色があなたを包む。 It's beautiful!ひょっとしたら運命の出会いにドキドキなんてね。江戸幕府の天領として栄えた高山の町並み、歴史散歩でタイムトラベル。少し歩き疲れたら猫、それとも熊、 Which do you like better? 何のことかって、これこれ、こちらは創業110年、伝統の和菓子を可愛らしくメイクアップ。思わずにっこり、とてもキュートな猫のおまんじゅう。こちらは画商作りの古民家、1000体もの貴重なテディベアに会えるミュージアム。併設するカフェでクマさんパフェが味わえますよ。どっちもインスタ映え間違いなし。いいね。高山のモーニング and ナイト、あなたは朝派それとも夜派？ Which do you like better?朝派のあなたには夜明けの露天風呂なんていかが？湯上がりに朝食をいただき、朝一へゴー。地元の食材や民芸品が並び、お母さんたちとの触れ合いにほっこり。でもあなたが夜派なら、野趣あふれる露天風呂でゆったり、体の芯まで温まったら少し着込んで、満天の星空観測なんて最高です。その後はやっぱり美味しいお酒が飲みたいね。日本酒それともビール、 Which do you like better? 清らかな水、良質な米、気候条件に恵まれた高山の地酒は Tastes good! 市内には7軒の造り酒屋があり、それぞれこだわりのお酒を作っています。でもまずはビールで乾杯というあなた、ありますよ、地ビールが。さらにお米で作ったホワイトビールも一本の価値ありです。乾杯。お酒が美味しいと会話も弾むよね。高山でご当地グルメは絶対食べたい。フィッシュそれともミート、 Which do you like better? 山あいの高山は意外にも寿司どころ。なぜかって、毎日富山や金沢から日本海の新鮮な海の幸が届くから。へい、お待ち。でもお肉が大好きというあなた、デリシャスなブランド和牛がありますよ。その名も飛騨牛。ステーキならミディアムレアでご賞味あれ。きめ細やかで柔らかく、とろけるような霜降りが絶品です。さらに飛騨牛のひつまぶし、さらにさらに飛騨牛そば、ほんでもって肉まんも飛騨牛、ハンバーガーだって飛騨牛です。どれもこれも美味しそう。高山にはあなたの望むものすべて揃ってます。来てね。